やいや。Thank you.
役所だけだったっていうんでは本末転倒で、デジタル化や IT 化っていうのは役所の中じゃなくてそれを使う市民、県民、国民にとって便利になるものでなければいけません。あの前にジャンパーさんとも非常に良かったな経緯でした。そもそも全国に登録番号をつけているのにマイナンバーを持っている人は持っているのに実際カードの発行を受けていないのに実際カードを持っていない人いろんな人がいる状態でまた、どうも、ポイントが、大変そうです。